はい、どうも、ウエッツです。ということで、UT の方やっていきたいと思います。なんか、アップデートが来るのかな？ 4 時から。よくわかんないけど、今3時26分なんで、ちょっと急いでやっていきたいなと思います。ということで、自分のね、録画外の方で、2つじゃない、間違えた。ドラフトの方を終わらせました。で、プレミアムゴールドパックとジャムプレミアムゴールド26パック。ゲットしましたので、まあ、こっちからジャムプレミアムゴールド26パックから引いていきたいと思います。ということで、いやー、そろそろいいの来てくれんかな。すごいの、プレミアのトップ来てほしい。うわー、ちっちゃいのいっぱい。キーパー おい、マジかよ。かぶりじゃねえか。しかもおまけにかぶりじゃねえかよ、ディエゴ・ロペスって。おい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 、頼むぜ。チャドリ、あ、チャドリって聞いたことあるな。パリオス、ルース、ハッ、ヘテマ、ガブリエル。これはどこだ？スペインかな？カナービエーク、エドバイ、エドバイ、合ってるかな？読み方。これはどこのチームだろう？見たことないな。カメルーン、スペルリガってことはあそこか。出てこない。なるほど。まあ、でも、あれ？あ、だよね。プレミアが1だけか。まあ悪くないかな。お、ユベントスのバッジだ。お、これ嬉しいわ。ロンドンスタジアムってどこだろう。ということで、組み直します。カット。今これでいきたいと思います。トップイングス、左マルシャル、真ん中ドリンクウォーター、右サネ、ダブルボランチがキャバイアとインブラ、左からルークショー、クロス、モーガン、ムニエサ、キーパーカリウスでいきたいと思います。さあ、対戦相手を検索中。あ、ニョムでもよかったな、右。ね。ニョム、怪我じゃなくて、ただ単に契約切れか。だったらニョムでもよかったな。ミスった。さあ、寒くなってまいりましたね、本当に。外は風がとても強い本日でございます。さあ、対戦相手が見つかった。大宮アルディージャのバッジか。どこも光。ということで、1試合目。相手のスタメンはドン。わー、パパストスプロスか。カストロ、香川、あ、香川。あれはデンベレかな？デンベレ、チチャリート、コマン、監督クロップか。なるほどね。さあ、やっていきましょう。さあ、試合があ、ミ始スまりター、まロックにす。しちゃった。キックオフ。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。どうやら攻撃的。あ、ミスった。フリーキックの判定です。カードは特に出ないようですね。素晴らしいパスが通った。オッケー。コーナーからのリスタートにそなしてりま割とす。攻められるね。しっかり弾こう。鋭い読みでカット。ナイス。さあ、アントニー・マルシャ。さあ、スタジアムのテンションが上がります。勝ち越し来るオか。ッケー。イエス、ゴール決まった。一先生、いい感じのカウンター的なものが決まった。ゴール左上にシュートが突き刺さりました。止めようがありません。ナイス。ゴンスあ、そういえば今週あれやるの忘れてるな。チャンピオンリーグだって。カストロ。さあ、そろそろね、終わりが見えてこないからね。チャンネル登録者も減ってきちゃうよね。ボールを運びゴールに襲いかかります。めたいことを言うと先走りすぎましたね。攻撃はカットされ、相手ボールになね、りました。もうぜひね、パック見るジャだけネでリ・も、インビラ。そんな楽しみ方でも、もう全然いいんだよね。それは見ずパスに、コースパにックはディ誰がフェ出ンるスがいまかす。だけでもいいんで。ボールがこぼれた。どぜちひらが楽し取るんででいしょうただけか。ればいいかなと思います。ナイスコース。このボールは重要です。ウェス・モーガン。危ない、ミスった。キャバイエ。よいしょ。ナイス抜け。
ったが一旦戻して、ダニエルドリンクウォーター、ドリンクジャネリー・インビラ、いい形でゴール前まで持ってきました。オッケー、わあ、な、うん、なんだ今の、オッケー、ルーズボールになっています。ルークショー上がりすぎじゃないか。ドリンクウォーター、シュート、キーパーキャッチします。あ、ミスったか。フリーキックになります。いやー、もったいない。取ったらだいぶいいチャンスだったからね。あ、取れた。ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。よいしょ。これは残念。ボールを手放してしまいました。ベンデウ・ナシメント・ボルジェス。初めて聞くな、お前。危険な位置です。緊張感が増してきます。ファールか。主審はファールを取ります。ラッキーだ、取ってくれたことがありがてえ。オッケー、ゴールラインを割ってゴールキックです。ファールなかったらもしかしたら突破されてたかもしれないからね。では勝ち越し点を上げたシーンをもう一度ご覧ください。イングスが取ったの、これ勝つじゃん。イングスが取ったらうちのチーム勝つだからね。テンションが上がります。やべ、そのフラグみたいなこと言うとやべ。ナイス、ナイス。このボールは通さない。何、完璧に読まれていた。ボールを失いました。ハビエル・エルナンデス、あぶねー。このシュートは入りません。完璧読まれてたね。これは決めないと。さあ、海外のサッカーニュースといえばね、ジャネリー・インビラ。あ、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。あのフリーキックから焦点を演出したというと。ボールを運び、まあ、ゴールに襲いかかります。あの試合見てなかったからあれだけど、ボールがこぼれました。ハイライトだけで見たけど、プレーを流しますアドバンテージを見たようですね。まあ、まぐれだよね、はっきり言っちゃってね。ディフェンスの網にかかるボールを取られました。あのプレーまぐれだけど、ちゃんと練習してるから運も味方してくれたんだと思うよ、うん、優しく言ってあげればね。でのでも逆に言うと、現地メディアからは球大点も与えられてるし、ニアンは替えの利く選手になったって言われてるからね。まあ、あの PK の外し方、PK の外し方というかね、あれはひどかったからね。しっかり読まれて完璧に止められてたからね。ルーズボールになっています。 PK、 あの本当にホンダのあれがなかったら本当にわけだったから。いい形でゴール前まで持ってきました。やっぱり、ね、ここで攻守が入れ替わります。まあ、今ミラン3位だけど、あれで分けと勝つだったらえらい違いだから。ルカシュ・ピッシェク、非常に美しいパス回しです。厳しく競り合います。香川真司、ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。先のことを考えすぎました。相手にボールを奪われています。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。あ、誰かが進んでる。誰だろう、マルシャルか。激しいチャージ、受けた選手がカードの仕草でアピールをしていますが、カード出る今の。どうでしょう、どこ向いてカード出したんだよ。ここで笛、プレーを止めますマジか、今のカード出るのか。ドリンク、さっきのプレーに対してでしょう。あ、さっきのか。選手も自覚していたはずです。あれね、謎のスルーしちゃったやつか。カストロ、やべ、今のが止まれば同点でした。あぶねー、これはもったいない。絶対今のやられたと思った。ちょっと怖いから。レロイ・サネ、あ、ミスったね今。なんか変なのしちゃったね。ユリアン・ドラクスラー、ちょっとバランス気味でいきます。ウェス・モーガン、サイドへ展開していきます。マルク・ムニエサ、レロイ・サネ、危険な位置です。緊張感が増してきます。香川真司、キャバイエ、キャバイエ、ジャネリー・インビラ、インブーラ、ルーズボールになった。オッケーオッケーオッケー、前出すのも大事。香川真司、ユリアン・ドラツラ。さあ、前半このまま終えたいね。じっくりと出しどころを探します。やべ、入るか。危ねー、試合を振り出しに戻すチャンスでした。サイドに気を釣られてしまった。
今のシュートが決まっていればこれ4時になったら試合入れなくなっちゃうのかな。ヘディングでパス。いやーマジここワンプレー欲しかったよ。前半が終了しました。スコアは1対0。ワンプレー欲しかったね。まあイングスのいいカウンターでの1点しかなかったということか。前半はここはキャバイエが行きます。ジャネリー・インビラ、やべ、いやー違う、欲しいところはそこじゃね。パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。パスがよくつながっています。 OK、 ダニエル・ドリンクウォーター、サインブラ、あーミスったね、ちょっと持ち込みすぎた感がある。さあどうしますか。スルーパスを出す。ここでヒール。 OK、 伸びた伸びた、ラッキー、ラインが終わりました。ゴールキックに変わります。セリカテス、ユリアン・ドラクスラー。さあスタジアムのテンションが上がります。ちょっと突っ込みすぎだね今日。うまく対処できてるからいいとして、アントニー・マルシャル、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。ゴンサロ・カストロ、見事なタックルです。オッケーオッケー。アントニー・マルシャル、出身、これはファールだね。フリーキックになります。追加、ウェス・モーガン、ボールを運びゴールに襲いかかります。さあ抜けた、このボールは通るか。いいボール、危険なエリアにクロスを入れましたが、ここはディフェンダーが察知していました。ユリアン・ドラクスラー、ボールがこぼれました。ハビエル・エルナンデス、オッケー、いいですね。ソトリンク、オマートプラク、キングスレイ・コマン、ドリンクウォーター。さあサネ、慎重に攻撃を組み立てています。ディフェンダーがクロスをさばきます。ちょっとシュートで終わりたかったな今のところは。ドラクスラー、いい形でゴール前まで持ってきました。ナイス、強い、体をうまく使います。ボールを取った、ルーズボールになった。ドラクスラー、OK、打った、オッケー、冷静に対処。これはいいところにいました。ナイスインターセプト。スルーパスが出る。オッケー。ナイスルクショー。アントニー・マルシャル。インブラ。ジャネリー・インブラ。残念。ボールを失いました。危険な位置です。緊張感が増してきます。ユリアン・ドラクスラー。オッケー。ここは形になりません。さあしっかりパスコース消してるよ。おラッキーラッキー、ゴールキック。さあちょっとディフェンシブ気味に行こうか。かなり攻められてるね。レロイ・サネ、オマートプラク、出しどころが見つからないか。縦パスをあんまり入れさせたくない。だから相手も引いて守ってるね。パスがよくつながっています。あ、褒めるのが早すぎたでしょうか。ボールをうまく回し出したと思った瞬間、相手に奪われてしまいました。またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。カストロ、オッケー、ボールがフリーになりました。さあスタジアムのテンションが上がります。ここはシュートチャンス。オッケー。ドリンクウォーター。黙っちゃった。決まった。ナイスドリンクウォーター。
ゲームはもうドリンクフォーターで思い出したけど、レスターはね、サンダーランドに負けちゃったけど、でも香川は香川じゃない、間違えた、岡崎の評価はいいみたいだね、ラニエリからの。頭でうまく合わせました。よく押し込みましたね。最高のコースを狙いました。まあ、岡ちゃんハッスルしてたからね、まあ、やっぱバーディーの調子が上がってこないと厳しいのかな。そしてね、リバプールが負けたっていうね、ちょっと衝撃だったよ俺は。あの試合見てなかったんだけどな。これはスローインになりました。いいタックルでしたね。負けたからね、リバプール驚きだった。あっとパスが乱れてる。マルク・ムニエサ、ショークロス、まあいいだろう。狙ってきた。うわーっとミスったか。ジャネリー・インビラ、ドリンクウォーター、面白いボールが出た。いや無理だ、これは残念。ボールを手放してしまいました。人が多かったね。ユリアン・ドラクスラー、これはまずい。ボールを運びゴールに襲いかかります。ラッキー、体勢悪かったから伸びたね。オッケーオッケー。ボールはゴールキックに変わります。ナイスパス、サマッシャー、いい形でゴール前まで持ってきました。イングス、おお、追加点とはいきません。いや、マルシャルは良かったね。まあ、イングスの体勢が難しかったから仕方ない。ダニエル・ドリンクウォーター、いや、このなんだろう、ダニー・イングス、高いボールで競り勝てるところが大事だね。キングスレイ・コマン、ヒールでつないだ。あとショー、オッケー、2対0。しかもちゃんと0点で抑えれたね。圧倒されてたけど終始。で、2試合目いきたいと思います。イングス、マルシャル、ボージャン、サネ、キャバイエ、インブラ、ルークショー、ショークロス、モーガン、ニョム、キーパーカリウスでいきます。ボージャンが怪我の方から回復しました。え、デレーン、ワン、現在試合にエントリーできません。ご不自由をおかけして申し訳ございません。まもなく試合にエントリーできるようになる予定です。あとでもう一度お試しください。パー、マジか。あれかな、アップデートの、アップデートというかメンテナンスか。マジで、これには驚きだ。じゃあどうしようね、致命性チャレンジでもやることないからな。うん、ないね。ということで今回はじゃあもう1試合だけですけど、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。明日もね、ユッティの動画上げれると思いますので、ぜひご覧ください。ということで終わります。バイバイ。